どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活相談企画ということで、就活生の方とみなみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくします。みんないつもありがとうね今回お越しいただいた就活生の自己紹介の方お願いします。順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツマネジメント学科から参りましたかばやまなつみと申します。よろしくお願いします。今まで大学で活動してきたことは、一つ目がベンチャー企業での営業と広報の長期インターンと、大学の友達と一緒にコミュニティを立ち上げたりとか、サッカーが好きなのでサッカー好きな学生を集めてイベントを開催したり、あとはまあビジコンに参加してみたりという感じです。早速就活の悩みをお願いします。はい、お願いします。今考えてる自分の強みが本当に強みなのかっていうところと、活かせるとしたらどういうところで活かしていけばいいのかっていうところと、その強みをどう就活に盛り込んでいけばいいのかっていうところです。あ、そもそもなんですけど、就活で強み聞くじゃないですか。なんで強み聞くと思いますか。はい、自分の会社に入った時にどういうふうに壁を乗り越えてくれるのかっていうところが背景として一番大きいかなとは考えます。正解です。どれだけ最優性があるかとかなのかなと。もう分かってきた。完璧じゃん。じゃあありがとうございました。じゃあちなみに樺山さんの強みはご自身ではどういうことだと思ってますか。一番強いのかなって思うのはストリングスファインダーってご存知ですか。はい、の34の資質の中に個別化っていう資質があるの。個別化っていうのは知らないけど、具体的にその個別化ってどういう資質かと言いますと、初対面の人と話した時にその人の動作とか服装とかをこう無意識に見て、こういう価値観でこういう考え方で今こういう考え持ってこう動いたのかなっていうのを無意識のうちに考えてるんです。で、考えるのが好き。考えるの好きです。なるほど。もう無意識でめちゃめちゃ考えてたり、観察力というか。そうですね、まあ、人間観察。まずじゃあ個別化っていう今それもファイナルで出た強みに関してなんですけど、それは結論から言うと強みです。だから安心してください。どういうところに生きると思う。人のこう価値観とか考え方を的確に吸収することが求められる職種なので、まあ人事ですとかキャリアカウンセラーとかも向いてるだろうね。それもできる。それもできるし、昨日とか今日とかで見たテレビ CM とか交通広告とかでなんか覚えてるのあります。新宿駅でスマートHRさんの新卒の手続きも家でやろうみたいな広告を見ました。なるほど。ポジティブに印象に残ってるってことですか。残ってます。はいはいはい。要するに相手がどういう価値観を持ってる人間で、どういうメッセージを届けたらどういうふうな感情を抱いて、で次にどういう行動を取るのかっていうのを考えるのが、日本全国というか地球上全ての経済活動は全部そうなんですね。だから広告とかってまさにそうで、このターゲットに対してどういうメッセージを打ったらどういうふうな行動を取るのかっていうのを考えるってこと、はい、でそういうのが向いてるってことです。だからいい強みです。要するに社会を観察する力、人のことを知ろうとする力。ちなみにそういった強みってどういう風に探していけばいいですか。いろいろあるんだけど、大きくは2つあって、1つ目は無意識に時間を使ってるもの。例えば俺だったらめっちゃ筋トレ動画 YouTube で見るんだけど、なんでこれ見るかっていうと、やっぱり努力してる人間ってかっこいいなって本当に思うから、自分自身も震えるし心がって言って無意識にめっちゃ見てるの筋トレ動画を。僕の心を震わせるのが俺は好きだから、そういうのを生かしていきたいなって思ってるっていう。2つ目は困難っていう壁にぶつかった時に、その壁を乗り越えようとするときに使ったっていう2つを考えた方がいいかな。なんかあります？無意識に言い方でも。学生のコミュニティで新規事業を3ヶ月で模擬で立ち上げてみようみたいなワークに参加したことがあって、5人のグループで検討していったんですけど、その中で1人3ヶ月があんまり良くない5割くらいの学生がいて、でその学生に対してその子のこう価値観とか考え方とか自分で仮説立てた上で実際にこう1対1で話してみて、その子の参加率が最後9割くらいになって、すごいコミットしてくれたみたいなエピソードがあります。まあ人のモチベを上げるってことだよね。時間も使ってるし好きだしってことだよね。そうです。強みじゃないですか。あ、十分。ありがとうございます。生かし方のポイントとかってありますか。生かし方のポイントは、さっきのキャリアカウンセラーの人材系で言うと、大事なことはちょっと信頼を築くことなんですね。で、信頼関係が何かっていうと、人の話を聞くことなんですよ。相手のことを受け入れてあげる。自分の心を開くし、相手の心も開いてもらうっていう、お互いが心を開いてもらって、で信頼関係を築いていくってことがすごい大事なので、友達相手でもいいし、後輩相手でもいいし、アルバイト先でも自己開示をして相手の心も開いてもらうっていうことをした方がいい。広告マーケティング系で言うと、要は悩んで困ってる人がいて、どういうメッセージをしたらどういう行動を取るのかってところが重要だと思う。で、例えば街中でそれこそ広告見た時に、これはいいなとか、これは自分だったらこうするのになみたいなとかっていう風に見ていくと、それがコツコツと日々の筋トレみたいな感じで積み重なっていって、1年後にはもうムキムキマッチョになっていくので。
ちなみに、1つ目はまず分かったっていうところで、企業どうやって選べばいいんだっていう悩みがあると思うんですけど、それについてどう思いますか？はい。それはこれ、わらしべ長者しかもなくて、地道にコツコツと目の前の先輩との信頼関係をコツコツ積み重なっていって、いろんな人を紹介してもらうとかして、徐々にコツコツと広い世界を知っていくっていう風にするといいと思う。どんどん自分を尊敬してる人っていうのを見つけていって、その人がじゃあ多く所属している企業とかどこなんだろうっていう風に見つけていく。だからコツコツやっていくしかないって感じ。で、まあ2年生の段階だったら、業界とかうんぬん関係よりも、まず人ベースでいいから、この人はめちゃくちゃ尊敬できるなって人を見つけて、その人が尊敬している人を見つけるっていう、尊敬のこう、数珠をつないでいくっていう感じ。ということで、悩みで解決されたということで、また何かあったら言っていただけたらなと思います。はい、ということで、下の概要欄にみなみさんのアンディングスのリンク貼ってある、はい。ぜひフォローしてください。あとチャンネル登録もお願いします。ますということで、本日は皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。